今野部長ありがとうございました、えー、それではですね 今、各登壇者4名の皆様から戦略に対する関係する取り組みであるとかご発言いただいたところでございましてまず、性能農園の性能様からは除草剤や化学肥料を使わずにですね、はとらズリんごを栽培されている取り組みの例をご紹介いただいたりまた、勇気に取り組むためにはいろんな支援策が必要ではないかというようなご指摘もいただきました。それからの 者へのあのしあのま理解を求めることの周知が必要ではないか、というようなご意見もいただいたところでございます。また、あの西部開発農産の清水様からは、まあのご自身のところで環境に優しい農業をま実践していただいて、あのま欧州の大型の農業機械を導入するなどして、あのあの輪作体系にも取り組まれているということでございますし。また、あのスマート農業実証プロジェクトの方にも積極的に取り組んでいらっしゃる。また、ギャップの。取り入れ またあの日本は文化の国だからとその文化づくりで世界がリードできるのではないかという,ようなお話もあったかと思います。えー、作田先生からはあの、まあ、教育の現場でですね大学生だけでなく、まあ、高校生にもいろいろお話をされていて、えー、あの若者はまあ 将来の課題に対して,不安を抱いているまた、それに対して社会貢献したいという思いが強いというお話もいただきましたし、あの食品ロスに対して非常にあの若い方の関心が高くて理解を求めやすいというようなお話もございました。また、今後の国民運動の展開についての重要性についても触れていただきました。 で鶴岡市の今野部長様の方からはシーズ農業経営者学校での勇気の,の取り組みでありますとかあと庄内ルーツであったり庄内スマートテロワールの取り組みをご紹介いただきまして、まあ、今後の,その技術開発のに期待をするお声をまあいただいたというところでございます。あのこれにつきましてちょっとあのだんだん時間がな少なくなってきて恐縮なんですけどもまずあの秋葉課長の方からあのコメントなりあの皆様からいただいたご提案 に対してですね、あのご回答いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、了解しました。えっとあの非常にあの興味深いですね、あの取り組みの内容についてあのその会場の皆さんというのは私自身もすごくあの勉強になったってことがまずあります。で、ちょっと順番にあの短時間で言うとですね、あの性能農園さんですね、あのいわゆるその 個人でその例えばその、ハトラズの,そのリンゴを作られている中で、ですね、実はあの今、ちょっと清野農園さんのホームページを今、見ちゃったりしてたんですけれども、あのものすごくいろんなあの種類のリンゴを作られているで、その中で、やっぱりあっと思ったのは、やっぱりあの例えばその黄色いリンゴを多く作られているなっていう感じをちょっと受けたりしました。あのー これリンゴはあのやはりあの着色をどうするっていう問題は非常に大きな問題になるのであのそういったその品種をですねどう見ていくかってことの一つのすごく興味深い事例だと思います個人的にはぜひ弘前で作った秋葉をですねぜひ食べてみたいというふうにですねあの思ったりしたところでございますあまり実は食べたことない広し広崎 あの長野の秋梅はたくさん食べてますけれどもあのそういったところで実は品種がどこの地域で使ってみたらば実はその例えば管理が楽だった農薬が少ない実は実がちゃんと硬くなるとかですねそういったところが実はあったりするんですね。でカはュアそういった場所によって作,作り方作り方とか同じ品種を違うところで作ることでもですねいろんな気づきが出てくることもあったりすると思います。それを ととちょっっ改めて思たたりしましまあとあのいろいろその有益の話もありますけれども最終的にはこれは持続可能な農業をどうするかという視点に尽きるので,でそこに対してどういうその資材が使えるかとかその例えばその化学農薬ではないような、えー その薬ができないか、そういった点はあの先ほども申しましたが、技術開発は頑張っていきたいと思います。これ、1つですね、ちょっとあの,あの補足なんですけども、化学農薬2050年に50%減というような言葉で、私、ちょっと言ってしまっているんですが、これ、あくまでもリスクを軽減、あのリスク換算でって言い方をしています。 半分に量を減らしていきましょうということではないです。そういうことではなくて、あの農薬ご存知の方いらっしゃると思いますけれども、その許容,許容量があります、1日当た,たりの摂取量で、ADI という言葉がありますけれども、その ADI に換算してリスクを50%減らそうということでございまして、これ農薬に、農薬ごとにいろいろ毒性の考え方も違うので、これはこれから われわれの方でも検討していくということでございますリスク安産ンンで50%減ということでございます。えー、と清水様のです、ね、発表の中で、あのー、なかなか日本全国、あのー、の農家の方とお話をしてです、ね、これだけそのスマート農機を EU で使われているような、欧米で使われているような形で,です、ね、本格的に導入して、使いこなされている方、なかなかいらっしゃらいません、これはもうはっきり言えると思います。 ものすごいいろいろな機械を使われてますけれどもあの、こういった農家さんとのですね、例えばそのセンシングデータを使って、それでセンシングデータで生育観測をするということがお話の中にありましたけれども、これでどこまでですね、あのいろいろその作業を軽減する、その資材の投入を効率化できるかってことは、我々も、えー、お話をしながらですね、 横展開していきたいというふうにえっ、ー、と強く感じています。それからあの白の中で最後の方にあったんですがあのドンディっていうあの溝掘り機使ってですね明渠を作るということがあのトラクターでできるとありましたけれども非常に昨今の防災の面から言うとですねその明渠を作って排水対策をするというのが個別の農家さんでできるというのはものすごく重要な技術だと思います。こういった点もあの持続的な農業という点では見逃せないというふうに感じました。 作田先生の,あのお話の中で、ですねやはりこの我々の取り組みを担っていく人をどういう人に、えー、お願いしていくべきかということをあらか改めて、ですねちょっとずしっとですね感じるところがありまして、まあ、ここは国民運動をどうしていくかということは、これはやっぱり国、それから物を売る企業の方等々を含めて考えないといけないので、これ、しっかりあの対応していきたいというふうに思います。最後にあの鶴岡さんからですね、えー、お話ございましたけれども あの非常にその行政の,あのトップランナーの進め方だと思っておりまして、先ほどの,あの緑の戦略の中でその技術的要素がという話はあったんですけれども、逆にですね、我々としては、その技術的要素を組み合わせて、調達から消費に向かってのサイクルを回すということを言ってるんですが、これを国民の皆さんに対してどう PR していくかということが、 実はここあのスマートテロワールという概念を入れておられますけれどもあのそれは一つのすごく大きな切り口だと思いますその地域の独特の,そのテロワールってこれはすごく日本語に訳すと難しいんですけれどもただこれ実はヨーロッパ諸国でいうとヨーロッパとかですね例えばワインの輸出をするときにですねそのテロワールというのはその農村農村の中でもある村のある地域の その土壌条件自然環境といったことの,そのテロワールっていうをそれを輸出の付加価値にまでしてですね売ってるという状況がございますで,ですのであの地域の,その循環型農業をしてるということをとらえてこの地域の,そのテロワールっていう形で品物が売れるっていう環境ができればですねそこはある一つの付加価値に絶対になると思うんですねそういうちょっと気づきをですねはっと思ったところなのでこれはぜひ。 参考にさせていただいております。すみません。以上でございます。